健です。今日はですね、インタビュー映像を撮るんですけど、まあ今までずっとこうサロンで撮影してて、まあどこもこうオーストラリアっぽくない。まあそれでせっかくなんで、まあインタビューをした時にこうオーストラリアっぽい背景がいいかなっていうところで、ロックスっていうところに今から行って、ロケをしていきます。じゃあちょっとサロンで一回ユタさんと会って、そこから一緒に行くので、インタビューをしたいと思います。今日日曜日。日曜日ですね。全然人いないね。さあ日曜日って誰もやってないって言ってたよね、昨日。そうですね。お店もやってない。従業員に対して払う給料が普通の 2.5 倍ぐらい、日曜日は。で、土曜日が 1.5 倍。土曜日は 1.5 倍。だからみんなお店開けれないらしいんですよ。小売店、うちらみたいな美容室。だって社員同じ仕事量でもその 2.5 倍日曜日だったら払わなきゃいけないわけでしょ。なんで結構閉まってる店が多いです。このアップルストアですね。シドニー。僕いつも思うんだけど、世界、今ニューヨーク行ったり、香港行ったり、アップルストアって必ずどこにでも大きいとこあるじゃない？マジで、アップルストアでなんでいつも行列があるのかなって。アップルストアで用事なんかある？でも今別に壊れなくない？携帯なんて。ツーリストっぽい感じになってきました。でも先月からだよね、オーストラリアに入国が可能になったのか。そうですね。そもそも外国人入ってこれなかったでしょ。ちょうど1ヶ月ですね。1ヶ月、はい。あ、なんか人が増えてきた。観光の感じすごいですね。あった、ここだ。アスランコーヒーあった。あ、いいですね。そう、そうです。これ待ち合わせなんですけど、先に入っちゃいますか。はい。おしゃれな感じ。おはようございます。昨日はありがとうございました。Hello, how are you doing? Good, thank you. How are you? Good, thanks. Can I get two long blacks? Thank you so much. Morning, Daniel. Kita, kita. So what's our plan today? Maybe we should get take away and then go there. Oh, okay, got it. これテイクアウトしてピクニックエリアまで運んで。確かにいいね、それ。今日の取材を英語でやるか日本語でやるか迷ってる。英語。どっちも嫌だ。In English? And I have to write all the subtitles? どうしようかな。Maybe mix. Mix? Mix it up? That's actually true. 晴れてきましたね。あとここから撮影が続行できます。Wow, this is beautiful around here. すごい綺麗ですね。なんか初めてオーストラリアっぽいとこ来てる感じです。この上に行く、Over there? 上に行く。あ、なんかちょっとセントラルパークな。It's the observatory. おお。僕観光とか全然しない人なんで、久しぶりに来るとめちゃめちゃやっぱいいですね。観光というかっぽいところ来ると、うわ、めっちゃ綺麗。ここでインタビューの映像を撮りたいと思います。カメラをちょっと出しますね。絵を確認しようか。いいね。熱っ。めちゃくちゃ熱いです。結構いい感じで撮れましたね。まあ、僕が用意してた質問はそれと、最後にはまあメッセージがあれば、あ、海外だろうがアスピに入りたい人だろうが、そうやって挑戦していきたい人たちのなんかメッセージがあれば。まずはほやほや来たて。そうですね、メッセージ、まあ、そんなまだ立場ではないですけど、まあ、でもまずはなんかこう後悔したくないっていう気持ちで来たので、コロナで、うん、やっぱ難しいこともあるんですけど、なんかこのまま行かないで人生終わったら後悔するなと思ったんで、後悔したくないっていう気持ちで来たんです。完璧。じゃあ終わりました。終わりましたね。はい、インタビュー記事終わりました。お疲れ様です。どうだった？実際なんかそのいろいろ聞かれることってあんまりないと思うんで、改めて海外来てよかったなって思う。海外来てよかったよ。あ、でもね、マジでアスフィンは本当にね、全然違う。日本にもないよね。
で僕もそのおしゃれな人がいるって思ってなかったんで、シドニーぶっちゃけ。I think, yeah, you got a really good point. Because our market, like, the more we do us thing, the more we realize we captured the exact market there. Yeah. Because it's way enough for one or two dollars. Exactly. Yeah, so you went in a really neat, なんかすごいニッチな。Very niche market. Market ね。This market is the best market. Because they're very fashionable. They're, like, eager to try something different. And in a way, they are financially really capable. Exactly, exactly. さんはなんで最初アスフィンとパートナーシップやるのを決めたんですか？アスフィンはまずは、まあ、さっき言ったこと全く一緒。僕は結構オーストラリアのイメージがロサンゼルスもそうだけど、やっぱりこう海の近いところってハワイもそう。やっぱりなんかちょっとこうデザインに対するあれはないっていうイメージ、はい、あのどちらかというと、まあ、すごい緩いなんかそんな感じだったのが、もうホームページ見たりとか、あと内装とかめちゃくちゃおしゃれなんですけど、見た時にもう衝撃を受けた。思わなかったんだけど、もうこんなおしゃれなところがあるのに、それがもうまず一番僕が逆に魅力をすごい感じてかっこいいなと思って、で一緒にやることによって、さっきダニエルが言ったように世界を目指して一番クールなサロンを作りたいってなった時に、うちのそのグローバルなブランドとアスフィンのかっこよさが一緒に何か仕事をしたら、多分フュージョンじゃないけど一緒にパートナーシップ組んだ方がもっと早くいろんなことができる、一緒にと思って、なんかそういう感じとかもすごい面白いかな。でも実際さ、コロナ大変じゃなかった？うちめっちゃコロナ大変だったんで、もうロックダウンかかって営業できない状況がずっと続くわけですよ、はい、ダニエルもすごい大変で、オーストラリアでロックダウンかかって、お店ももともと2つあったんですよね、はい、それをコロナ中、まあ、いろいろあって1個に閉めて、今シティの方ですごい今忙しくされてるんですけど、うちも3店舗青山原宿にあって1個閉めて、2月末でもう1個閉めて、今本店だけに絞って、まあ、再スタートしていくっていう感じが正しいんですけど、でもなんかコロナになって感じたのが、海外にそもそも行きたい人たちがいっぱいいて、うちがたまたまそのグローバル展開をしていったから、まあ、今この2人みたいに海外にうちがきっかけを作っていって、っていうのをもっともっとしたいなと思って、でそれが3店舗4店舗になって、日本って結構激しいから離職率が、入ってやめて入ってやめてってもしょうがないんで、そうなった時にやっぱり海外にうちで育って送りたいのに送れない、先輩が辞めちゃったからこうちょっと今行けないとか、でもなんか求人はめっちゃ来るみたいな、他のサロンから海外に行きたいっていう人たちはうち経由でめっちゃ求人は来るんですけど、でも実際そうじゃなくて、うちが育ててアシスタント Day1 からもう一番初日から英語を使うサロンを作って、3年間アシスタント間やって、英語がすぐ喋れて、まあ、喋るっていうか慣れてる、でウェスタンの髪の毛もできて、だからその人たちで残りたければ残って、行きたければ行ける機会を作ってあげる、でそれで1店舗だったら多分実現しやすいなと思って、でうちのスタッフに、東京のスタッフにはもう日本ではもう東京では増やさない、もう1個あ、地方でやりたいなら、さっき言ったリモートサロンみたいな感じやるならいいけど、やっぱり基本的にはもう海外行って、で日本でつけてきたお客さんは後輩とか同僚に紹介して、で例えば1年シドニー行ってきた、2年カナダ行ってきた、どこでもいいんですけど、して帰ってきたら、もともとやってたお客様を戻ってきたらお客さんがいる状態にしたから、そしたらウィンウィンじゃん、英語も喋れるし、でパワーアップしていくし、そしたらその下の子たちもまた海外行けるし、なんかそういうこうアスフィンアスフィンの良さを感じたりして行く人もいれば、じゃあヨーロッパが行きたいっつってオランダに行ってオランダの良さを感じたりとかして、で世界中に店舗を出していきたい、で海外にやっぱりもっと初心に戻るっていう感覚ですよ、その夢を叶えてあげる会社であっていたり、まあ、インタビュー動画が終わって、これからは、なんかさっきのマーケットのとこちょっと寄るみたいですね。せっかくなんで行ってきましょう。メンズはさ、みんなめっちゃマリワナの匂いです。意外と小さいマーケットでしたね。これがすごい有名なドイツのレストランらしいですね。What? The pork knuckles. Yeah, and like a huge German beer. ドイツビールとかソーセージとかね。あっち行く？あっちは何なの？あ、海だね。あ、so cute! Hello! かわいい。めちゃくちゃ可愛い。僕はボストンテリアを飼ってます。なんか休日って感じだね。あんまり休日って海外で出張行ってないから。サンデー感すごい。サンデー感すごいね。あれ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 。ザ・シドニー？ザ・シドニー。オペラハウス。
これ多分すみません、風が強いんでこのカメラ音声最悪なんでほとんど聞こえてないと思う。来た来た、あれちっちゃ。これ多分初めてちゃんと見たかもしれない。あれ本当にオペラを歌うところなんでしょ。オペラもやってるみたいですけど、うん、普通のコンサートみたいなのが結構多いかもしれない。なるほどね、はい、これすごい有名なビジネスなんですよ。コンテンポリーナーパース無料らしいです。後でちょっと行こうかな。ほら来た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 、でーん、出ました、あれです。全然人いないね。いないですね。すごい、あっちがシティの。COVID? Everyone got COVID. あー、1日6万人。それはもうみんな自主隔離中。500万人だけですからね、ニューサウスウェールズ。500万人の人口のうち6万人がかかってる、1日。100人に1人は絶対。100人に1人かかってる。やべ、俺帰れるかな。明日 PCR 検査で帰れるかな。初シドニー。初シドニーに来たから。観光地。すげえ嬉しそう。すげえ観光地感じ。いやもう絶対すぐ飽きるよ。で日本から友達が来るたんびにここ連れてって、ね、いやなんか本当コロナでどこも行ってなかったから2年間で海外行けるようになったらちょっと嬉しいね、やっぱ。なんかやっぱ当たり前になってたから海外に行くのが、ありがたい話ですよね。今からバス乗ってボンダイビーチに行くんですね。僕行ったことないです、ボンダイビーチ。初めて行く感じですね。初めて行くし、バスも初めて乗る。で今日は2ドル、日曜日は2ドルで乗り放題らしいです。なんで安いんでバスで行きましょうか、ボンダイビーチ。いいいいいい、あーもうめっちゃめっちゃいい、やばい、超テンション上がる。やっぱりね、僕海好きです。いやー海入りたいっすわ。ほらほら、いい波、ちょうどいい波、僕にはちょうどいいですね、あれぐらいが。うわ最高。ほらほらほら、見てください、これやばくないですか。全然人いない、見て、ここが今のボンダイビーチですね。でサーファーも全然いない、もう波乗り放題です、マジで。全然乗り放題、めちゃくちゃ綺麗です。想像以上やったっすね。いやなんかストレスがちょっと減った気がする。日頃のコロナのストレスがやばいね、これは、うん、もうずっと見てられるもん。浄化されますね。え、やっぱ海っていいよね。ちょっと近くのカフェでコーヒーでもなんか飲むか。はい、どっち、あっちの方。いや、カフェはあっちの、あっちの方行こうか。あ、インフィニティプールね。あ、ちょっと見に行こうか、せっかくなんで。実際そこの中に入って写真撮ったら映えるけど、上から見、上こっから撮ったら映える。あ、こっちから撮ったら映える、はい、ただ本当にただ大したことないっていう。実際見ると、うん、横にプールがあるんだけど。確かそんな記憶が。これが例のやつなんですけど、ただのプールです。あのマジでただのプールです。よし、じゃあちょっと行きましょう。アサイボールが大好きだ。Nice to meet. Hi guys. Hey, how's it going? Do we order here? Yes. Three of us? Are you takeaway or have you? I'm just gonna have it over there. Yeah, outside. Take a seat. Oh, take a seat. Oh, okay, cool. 一番端っこでしょ。いいね、ポケボールとか、まあ海だね。What? Vlogging.Are you kidding? Yeah, isn't that crazy? Are you kidding? Yeah, it's my YouTube channel. Hey. Yeah. Hello. 来ましたね。こんな来ました。めちゃめちゃテンション上がるわ。この油の塊。好きや。めっちゃお腹いっぱいになっちゃった。じゃあ一回シティの方に戻ります。では一旦ホテルに戻って、これメモリーカードがねちょっといっぱいだったんで、これちっちゃいから一回そのデータを全部パソコンに移して、今日は、ダニエルの家でご飯を食べながら、ミーティングをするんですけれども、パートナーのジーナさんがいろいろご飯を作ってくれてるみたいなので、これから行きたいと思います。絶対これだ。
で、All right, it's me. Fourth floor? Got it. Hi, Greg. Hey! Hello. Smells delicious. Yes, please come in. All right. すごい大公開。お邪魔します。Hello. わ、広い。Hello. Wow, this is spacey. Is it spacey for Australia? Ah, no. これが普通らしい。Which park is that? Yeah, it's a Petersen Oval.すごい。わー。ディーナでご飯作ってくれます。この日。Is it okay to post this? Of course. あ、いいって。いいらしいです。美味しそう。ハイボールを用意してくれたみたいです。It's from Brooklyn. Brooklyn? Yeah. 氷がおしゃれ。Yeah, it's a skeleton. Uh-huh. いいね。Cheers. 乾杯。乾杯。色が全然違くない？そうですよ。全然違うんだけど。Yeah, this whiskey is called like a peated bourbon. Yeah. Which is really smoky mm-hmm. flavor bourbon. Mm-hmm. ちょっとこれから仕事の話なんで、一回ちょっと切ります。エビ？エビ。めちゃくちゃ美味しそうじゃん、これ。Do the steak. Oh, steaky. Yeah. Do you cook a lot? よく食事するんですか？ We love cooking. Yeah. Oh, he loves cooking. Relaxing. すごいね。This is the nice.シチュワン。わあ、美味しそう。めっちゃうまそう。美味しそう。What's this mean? あ、すみません。ありがとうございます。Thank you. Welcome. お疲れ様です。Cheers. Thank you. If you have where to come, maybe you only cost like $70 or $80. So you get like a 10% discount. No, more. Like half price or something. Half price? 30 to 50%. So that's why.Everyone gets normal retail price is super high. But if you get that VIP card, yeah, so this, yeah, the point is, yeah, it's like a security deposit. Yeah, it's like they want to trap you in the sun. Oh, that's yeah, right. Yeah, that's why you charge 20,000, 30,000 per VIP card. Yeah, 1 week you're getting. Oh, I don't use up all the money. Yeah, they are very. They have so many. Yeah, like my mom, like she has three. Want to try this and that? They don't care. Yeah, and then all the franchise.